これは友達の M 子の体験談です。私と M 子は大学で知り合い意気投合してすっかり仲良しになったんですが、ある日、私の家で宅飲みしつつ心霊番組を見ていました。作り物だとわかっていても私は結構怖くて、トイレ行けなくなる、なんて、あえてふざけて怖がっていることを M 子に悟られまいと強がっていました。それがいけなかったのか、番組が終わってしばらくすると、M 子が、怖い話しない?と言ってきたのです。なんで?私は思わず聞き返してしまいましたが、M 子は、物足りないから、と早速消灯して雰囲気作りをすると怪談話を始めます。M 子から始まった怪談話はどこかで聞きかじったような話を脚色した感じで、怖いのか面白いのか絶妙なオチをつけ足したふざけたものばかりでした。そういうことならと、私も有名な怪談話を自分なりにアレンジして面白おかしく話すと、M 子は、ちょっとめちゃくちゃすぎ、と笑ってくれました。互いに3話ずつ話を得た頃、M 子が、じゃあ、次はちょっと私の体験談を一つ、とこれまでと違った雰囲気をまとって正座します。その姿勢の正しさに思わずクッションを抱きしめた私は固唾を飲みました。これは私が高校2年の時の話なんだけどね。そして、M 子はまるでどこかの怪談師のごとく話し始めるのです。M 子の両親は辺境の田舎出身で、長期の休みには祖父が暮らすその田舎に家族連れでよく帰省していました。しかし、祖父は M 子が高校1年の秋頃、急に体を悪くして寝たきりが続くようになり、ついには余命宣告を受けたそうです。おじいちゃん子だった M 子はそれはそれは悲しくて泣いたそうですが、両親に無理を言って高校2年から祖父の田舎に転入して、祖父の最後に立ち会いたいと頼み込みました。普通の両親ならわざわざ都会から田舎に引っ込み、高校生活を祖父の看病に浪費すると言われたら拒否すると思いますが、なぜか M 子の両親は少し考えただけですぐに許可を出してくれたそうです。おかげで M 子は高2に進級する際、祖父の家に移り住み、そこから一番近い高校に転入しました。田舎すぎて街でよく見かける大病院なんかは、家から車で1時間以上走らせないとありません。そのため、祖父の診察は町医者というのでしょうか、村でただ一人の医師がたまに訪問に来るそうです。狭い集落のようなその田舎は、隣人の付き合いが顕著なのか、田舎を出た両親の代わりに祖父のことをよく面倒を見てくれていました。M 子は挨拶がてら近所の人たちに挨拶に回ると、その先々で、ああ、〇〇さんところのお孫さんかいね。とか、大きくなってからに、と井戸端会議よろしく数人の主婦に囲まれた質問攻めにあったそうです。と言っても、都会ではどんな暮らしをしているのか、テレビで流行ってることは本当なのか、そんな誰しもが気になるような質問ばかりで拍子抜けしたと M 子は言います。そんな中、村で一番の権力者らしい地主のおじさんと初めて挨拶した M 子は、何やら全身を舐め回すように見られた感じがしておかんが走ったそうです。加えて、息子がいるから仲良くしてやってくれと紹介されたその息子が、芸人のとにかく明るい安村に似ていて、ちょっと笑いそうになったのをこらえていたら、おじさんが、息子が気に入ったか?ははは。と何か勘違いして笑ったので、どう反応していいか困りました。ただ、安村にの息子は、よろしくね。と手を差し出してきたので、M 子も、よろしくお願いします。と会釈しながらその手を握りました。が、なぜか安村、以下安村呼び、の手は、異様に温かくネバネバしていたらしいです。そして安村は M 子が転入した高校の生徒会に入っているらしく、転入初日に学校で話しかけられてびっくりしていたら、そのままなぜか二人きりで学校案内が始まり、解放されるまでの間ずっと、俺は頭がいい。とか、親が金を持っているからみんな俺には逆らえないんだ。だとか少々ヤバめの自慢話を聞かされて精神的に参りました。それでも学校生活は普通に友達もできたのでそれなりに楽しかったそうですが、祖父の介護は覚悟していたとはいえ壮絶だったと語ります。M 子が違和感に気づいたのはここに移住して約3ヶ月が経過した頃でした。どうしてなのか、家から出れば至るところで顔なじみのご近所さんと出くわして挨拶されるのです。
ご近所さんのほとんどは40、50代のおじさんおばさんですが、やたら私の高校生活について聞いてくるわ。学校にいい男は見つけたかなんて無粋なことにも遠慮なく踏み込んでくるので、温厚な M 子も。ははは。とか。まだわかんないです。なんて当たり障りのない返事でごまかしていました。そんな折、誰から始まったのかは覚えてないそうですが、決まって地主の息子の安村を押してくる勢力が湧いてきたのです。あの子は将来町長になるよ。M 子ちゃん、安村とくっついたら将来安泰だよ。地主さんとこの息子は彼女いないから狙い目だよ。と、気持ち悪いくらいに言われたそうです。そんな話を新しくできた友達の A 子に話したそうですが、A 子は、まあ、田舎なんてそんなもんだよ。卒業したら結婚するのとか当たり前みたいなもんだし。と肯定的な返事でした。確かに若いうちに結婚するのは田舎あるあるですが、M 子は将来やりたいことが定まっていたので、祖父の容態次第では高校卒業したらこの村を出る算段です。町医者の見解では M 子が高校卒業する姿はおそらく見せられないとのことだったので、M 子は高校卒業と同時に村を出ていくものだと考えていました。しかし、M 子を苦境に立たせたのは学校行事でした。当然学園祭とか体育祭とかあるんですが、ことあるごとになぜか安村と組まされるのです。フォークダンスを組まされた時は直接的なセクハラはありませんでしたが、手つきがいやらしく鳥肌が総立ちしたと、今でも思い出すだけでゲロを吐きそうだとえずいていました。そんな安村の見えすいたアプローチをなんとか回避し続けた冬のこと、M 子はいつの間にか安村の婚約者にされていることを知りました。それはあまりに唐突な知らせで、M 子が所用で安村のクラスに赴いた際、遠巻きに一部の男子たちが、あ、安村の彼女じゃん。と口火を切ったのを始まりに、いや、婚約者じゃね。とざわめき始めたのです。思わず何のことだろうとあっけに取られていた M 子でしたが、一人の男子が、親父が安村と〇〇は親同士が結婚決めたって話してた。と言ったのを耳にして、は?と変な声が出ました。なんで私が安村なんかと結婚しなくちゃいけないの?そう思った M 子は、学校終わりに早速両親に電話して事実確認を取ったそうですが、電話越しの両親は、え?お前安村くんのこと好きだって聞いたぞ。とこれまた寝ぼけたことを言うものだから、ふざけんな。と怒鳴ったそうです。しかし、両親は、もう向こうの親と約束したことだから、とか、地主の息子で将来安泰だから、だとか、しまいには村のジジババと同じことを言い出したために、話にならないと思い乱暴に電話を切りました。翌日、このままだと婚約が確定されてしまうと思った M 子は、安村を校舎裏に呼び出して、しっかりと婚約は間違いだと伝えることにしました。あれは親が私に確認せずに勝手に約束したことだから忘れて。M 子が真っ正直にそう告げると、安村の形相がみるみるうちにこわばったらしく、今でもその時の赤く染まった般若の顔を忘れられないと言います。M 子から遠回しに振られたような安村は、わかりやすく青筋を立てながら、は?ふざけてんな?と M 子に詰め寄りました。さすがに怖くなった M 子は、ごめん。と言い残して足早に立ち去ったそうですが、少しだけ振り向いてみれば無表情で佇む安村がひどく恐ろしく見えたそうです。M 子が婚約の話を断った後日、いつものように家を出ると、毎日挨拶してくれていたご近所さんが急によそよそしくなりました。M 子が、おはようございます。と声をかければ、あ、はい。とめんどくさそうに相槌とともに舌打ちをされるのです。あんなに安村のことをしてきたおじさんには、バイタが、とかひどいことを言われた上に、わざとらしく庭の水やりのホースで水をかけられたりしました。そして、M 子を待ち受けていたのは学校での集団無視でした。と言っても、全員ではありません。安村にこびへつらっているような取り巻きを筆頭に、村や周辺の町の生徒たちが M 子をいないものとして扱ったのです。特に厄介なのが担任で、その担任は安村の親の手が回っているのか執拗に小言を言ってきたり、あからさまに内心をいじってきたそうです。
次第にクラスどころか学年でも孤立してきた M 子は、毎日を誰とも口を聞かずに授業を受けて帰るだけだったと語ります。そんな中、唯一話しかけてくれる A 子がいましたが、A 子はその度に、安村くんに謝りなよ。きっと許してくれるよ。と見当外れなことばかり言うので、M 子の中では A 子は安村と繋がっている図式が完成しました。そんな苦境に立たされた M 子の状況を一転させたのが、大好きな祖父の死でした。94歳で大往生でした。さすがに実の親が死ねば両親も仕事を切り上げて戻ってきました。あっという間に葬儀が行われましたが、参列者は生前祖父と懇意にしていた人を除き、ほとんど来てくれなかったそうです。ただし、一番来て欲しくなかった安村の親は来たそうで、その際にはどうしてか両親が安村の親にペコペコと頭を下げていました。遠くからでも M 子の婚約の話をしているのだとわかりましたが、M 子は祖父との別れを忍ぶのに最低の気分になりたくなくてすっとその場を離れました。祖父の葬儀後、M 子は祖父のいない今で両親と話し合うことになりました。議題はもちろん婚約の件です。両親の主張は、せっかく〇〇さんが選んでくださったのに、いや、こんな縁談二度とないぞ。といった、まるで宗教にハマった人の妄言ばかりでした。M 子は、私の結婚相手を勝手に決めるな。と一周したそうですが、両親は都会に戻る当日の朝までぐちぐちと文句を言ってきました。そして、M 子を襲った人生最大の悪夢は、高校2年の冬明けのことでした。ある日の学校帰り、M 子は雑木林付近を歩いていると、不意に腕を引っ張られて、納屋のような小屋のような人気のない建物の中に連れ込まれたのです。驚いて顔を上げればその犯人の正体は安村で、取り巻きらしき学生が小屋の外からドアを閉め、埃の溜まった室内で M 子は安村と二人っきりにされました。安村は M 子の両腕を力いっぱい掴んだまま体重をかけ、床に押し倒してきます。さすがの M 子もこの状況はドラマなんかでのお決まりの展開だと悟るや否や、やめて、と叫んだそうですが、その瞬間、と頬を叩かれて、うるせえ、と怒鳴られ、一瞬何が起きたのかわからず当惑したと言います。そんな頭が回らない状況で安村は一旦手を離して、どうせ結婚すんだから別にいいだろ、と自分のズボンのベルトをカチャカチャと外そうとしているのを見て、M 子は全力で安村の股間を蹴りつけてやりました。すると安村は悶絶するように股間を押さえてうずくまり、声にならない声をうめき声のように漏らしたまま動かなくなりました。M 子はこれはチャンスだと思い、さらに一発後ろから尻を蹴り上げてやった後、思い切り助走をつけて小屋のドアにタックルをかまします。ドアは勢いよく開かれたのか、体当たりした瞬間にドアが開く際、何か障害物を吹き飛ばした感覚が伝わったかと思えば、前のめりに転倒していたそうに顔を押さえる安村の取り巻きを見て、ああ、ドアの前にこいつがいたのか、と納得しつつその場から逃げたそうです。M 子は祖父の自宅に逃げ帰りましたが、このままでは安村に復讐されると思い、その足で最低限の荷物と財布を持って家を飛び出しました。この街のバスはだいたい1時間に1本あればマシな程度ですが、幸い時刻表を見れば数分後にバスが来ることが分かって、安村たちの追っ手を危惧しながらもなるべく周囲から自分だとわからないように、停留所の建物の陰に身を潜めるようにしていました。数分後、時間より少し早くバスが来たので安堵した M 子は、バスに乗り込むとすぐに降りられるように前の方の座席に座り、外から見られないように少しかがんだ体勢を維持します。しかし、安心していたのもつかの間、バスが発進した直後、M 子おおおという叫び声が聞こえました。恐る恐る窓からほんの少しだけ覗いてみれば、数人の男子生徒が M 子の名前を叫びながらうろついているのが見え、心臓がバクバクと跳ね上がりました。もしかしてこのバスも止められるのでは？そもそもこのバスの運転手も安村の父親の関係者で、私の身元が知れると安村のところに連れて行かれるのでは？そんな恐怖が車中の座席にうずくまる M 子を襲い、一秒でも早くバスがこの街を抜け出ることを願っていましたが、不意に運転手が、〇〇に言い寄られとるんは、あんたかに？と声をかけられてしんと静まり返った。バレた。
この運転手は私のことを知っている。M 子はそう思って息をするのが苦しくなった。しかし、そんな M 子の不安を払拭するように運転手。災難やね。と柔らかい口調で話します。なんでも、運転手には M 子と同じ学校に通う息子がいて、いわゆる安村の父親と懇意にしていないグループの間では、M 子は安村に狙われているかわいそうな女子としてもっぱら有名だったそうです。息子から学校内での M 子のことを聞いていた運転手は、当然 M 子の名前を知っていて、街中で M 子の名前を叫んでいる男子生徒と、バスに乗ってうずくまる女生徒を見比べそう判断したのです。安心しんさい。ああいうのは街から一歩も出れん臆病もんやけ、追いかけやせんよ。運転手はそう告げた後で。あの地主の権力も外じゃ何の意味のうけん。と付け足します。M 子は運転手が安村側の人間じゃないとわかり、今度こそ肩の荷が降りたように力が抜けました。〇〇まで行け大丈夫やろ。あんたどこ行くん？〇〇です。んじゃ、〇〇で降ろすけ、そんまま〇〇行き乗るとええよ。運転手はほがらかに M 子に乗り換えを教えると、お礼を述べる M 子に対して。ええよ、ええよ。と軽く手を振って運転を続けました。それから運転手の助言に従ってバスと電車を乗り継ぎ新幹線口に到着すると、そこから実家まで約2時間かけて、実家にたどり着いた頃にはすっかり夜も深まっていたと言います。突然実家に戻ってきた M 子を見て両親はひどく驚いたそうですが、M 子が安村から逃げてきたと知ると鬼の形相で。なんてことしてくれたんだ。と逆に激怒されたそうです。そんな両親に対して、M 子は安村に強姦されそうになったことや、学校でいじめられていることを淡々と打ち明ければ、さすがの頭のおかしい両親も。本当か？とたじたじになっていましたが、M 子が。私をあの村に追い返すなら自殺してやるから。と強気に言い放つと生唾を飲むように黙ってしまいました。実際のところ M 子に自殺する覚悟なんて微塵もなかったそうですが、もし両親が M 子が実家に戻ってきたことを村に告げ口して連れ戻されるようなことになれば、安村を殺してでも逃げ出す覚悟はできていました。しかし、M 子が実家に戻ってから村関係の話を聞くことはなく、あからさまに電話で話すなんて定番な密告もなかったそうで、しばらく休学している間に高校卒業認定試験を受けるために猛勉強を始め、転入した高校を両親に頼んで退学した後、認定試験を突破し1年遅れて大学受験に受かったそうです。1年遅れたのは、大学費用とか生活費の蓄えとして、バイト生活に明け暮れていたそうで、M 子の中ではこの両親には絶対に甘えたくないという意地が芽生えてて、必死にお金を稼いでいたためです。わずか数年で大学費用や生活費を集めるなんて高校生には無理だったので、結果的にはほとんどの費用を親に出してもらったそうですが、それでも M 子は今も貯金をしながら少しずつ両親に返す大学費用を集めており、大学卒業後に就職してお金が貯まったら、全額親に突き返して関係を断つと私に告白しました。それを聞いた私は、頑張って、と気の利かない相槌しか出ませんでしたが、実の親に勝手に結婚相手を決められて、しかもよりによってその相手が性格が最悪な男だったとしたら、私でもそんな親とは絶縁したくなると思い、M 子にちょっと同情的になりました。ここまで一気に自分の体験を語り終えた M 子は、最後にこう言います。ちなみに、安村はキムタマ一つ潰れたっぽい。その締めくくりに私は笑っていいのか突っ込んだ方がいいのかわからず、あ、そうなんだ、とカラッとした返事をしました。以上が私が M 子から聞いた体験談です。M 子の話はどこまで真実でどこまで創作なのかはわかりません。もしかしたら全て創作で、全て真実かもしれません。ただ一つ、M 子は後日、テレビでとにかく明るい安村を見て大笑いしていました。